どっすい。マスクザフリーモン TV。 はい、こんにちは、マロです。パワービーツプロがね、延期になって、ね、まあ来月発売と言われてまして、そしてね、例年通りだと、まあ、iPhone がね、9月に登場するわけなんですけども、先日ですね、新しい情報が記事に取り上げられてましたので、今回はそれを紹介したいと思います。6月の13日にですね、ユーラシア経済連合、通称 EEC というんですけども、まあ、そこの製品情報のデータベースに新しく7台の MacBook シリーズが登録されました。でこの EEC に登録されるとどうなるかっていうと、まあ、数ヶ月後にはね、まあ、新しい製品が販売されると言われてます。ですから iPhone もね、大体この時期に登録されていることが非常に多いです。では登録された MacBook シリーズとは一体何かと言いますと、まあ、おそらくね、 MacBook Pro ではございません。まあ、先月ね、新しいモデルが発売されたばかりなので、まあ、噂ではね、16インチの MacBook Pro が登場するかもしれないなんて言われてますけども、さすがにそれはないかと。そんなん発売されたら5月にね、15インチ買った人多分ね、ブチ切れますよ。そして MacBook Air、これもですね、昨年の後半に登場したばかりなので、まあ、怪しいんじゃないかと。ただしね、あの今の MacBook Air は Core i5 のね、モデルしかないので、ひょっとしたらね、 Core i7 とかもっと上位のグレードのものが登場するかもしれません。というわけでですね、可能性が高いのは残りの1つ。はい、こちらの MacBook 12インチでございます。今年の秋頃にですね、新しい MacBook 12インチが登場するかもしれません。まあ、この MacBook 12インチね、最初にアップグレードされたのが、まあ、2017年のね、 WWDC ということで、ひょっとしたらね、エアーの登場で消えちゃうんじゃないかなと思ってました。まあ、エアーが登場するとね、結構後ろに何もついてない MacBook シリーズって消えちゃうことが多かったので、まあ、ひょっとしたらね、こいつもなくなっちゃうんじゃないかなと思ってました。まあ、しかしね、こいつがアップグレードされる可能性が非常に高いと言われてます。で、今までですね、結構プロとかエアーって取り上げられること非常に多かったんですけども、まあ、こいつね、12インチあんまり取り上げられてません。なぜかというと、もう非常にね、あの微妙な立ち位置のマシンだからです。こいつをね、選ぶの非常に難しいんですよ。でも個人的にはね、僕こいつめちゃくちゃ気に入ってます。まあ、ということですね、新型が出るかもしれないということで、こちらの MacBook 12インチ一体どんなマシンなのか、ちょっとお伝えしていきたいと思います。この MacBook 12インチはですね、Mac シリーズで最軽量のモデルとなってます。まあ、重さがね、 920g とラインナップの中で一番軽量なモデルとなってます。過去にね、あの MacBook Air の11インチ、これが販売されてたんですけども、それよりも薄くて小さくて軽いんですね。で、画面サイズは1インチ大きいと。だからね、この軽さで、この小ささで Mac を外で使えるっていうのがもう最大の魅力ですね。で、画面もね、レティーナなんで、過去の Air よりもずっと綺麗に使えます。ただしね、こいつめちゃくちゃデメリットが多いんですよ。まず価格、価格がですね、最低14万円と非常に高額でございます。僕が買ったのはね、2017年のモデルで、Core i7 メモリが 16GB、 そして SSD が 256GB と、これだけ積んで、価格が20万円ぐらいです。まあ、サイズが小さくてコンパクトなんですけども、決して安いモデルじゃないんですよ。そしてスペックが低い。一応ね、 Core i7 積んでるんですが、これね、以前積まれてた Core M7 とかの後継のチップなんですよね。ですから通常のノートパソコンに積まれてるプロセッサーよりもずっとね、性能が低いんですよ。ですから一応 Core i7 なんですが、もう他の MacBook Pro だとか、そういったパソコンに積まれてるやつとはもう別物なんですよね。だから重たい作業には向かないんです。まあ、動画編集だとかね、まあ、大量のね、写真の現像処理とか、そういったことには全然向きません。まあ、主にね、文章の入力だとか、まあ、資料の作成、そして軽いね、写真とか動画の編集、こういった使い方がまあできるマシンになってます。ですからブロガーの方とかにはすごく人気のマシンなんですよね。そして拡張性がひどい。USB-C 1個しかないんですよ。 MacBook Air は2つ、Pro なんか4つぐらいね、 USB-C が搭載されてるんですけども、これ1個なんですよね。だからもう充電してたら何にも使えない。もう考えようによっては非常に不便ですから、 Bluetooth マウスとかクラウドサービスをね、駆使しないと、まあ、使いにくいマシンになってます。ですからね、外で写真とかデータのやり取りをするときは非常に不便です。価格も高い、スペックも低い、拡張性も少ないということで、あのね、非常に限定的な使い方じゃないと意欲を発揮しないんですよね。まあ、それがこちらの MacBook 12インチなんで、まあ、これを選ぶ人はね、よっぽどマニアックな人か、まあ、きっちり保管があって軽作業はこっちでっていう役割をね、しっかり決められる人、そういった方にはね、すごくいいマシンだなと思ってます。まあ、僕もですね、オフィスだとか情報収集中心にまあ使うって決めてましたので、今はね、そういった軽い作業しか使ってないんですけども、まあ、肩にはまればね、すごく使いやすいマシンで、今は満足しております。
こちらね12インチ MacBook の本体なんですけども、やっぱりねもうこの軽さ、めちゃくちゃ軽い。そして大きさね、ちょっとね大きなタブレットぐらいの大きさなんで、もうほんとね持ち運び楽なんですよね。 iPad とね比べてみると11インチよりは一回りちょっと大きいんですよね。でもね iPad の 12.9 インチよりは一回り小さいんですよ。だからね 12.9 インチの iPad 持ち運びより楽なんですよね。感覚的にはねタブレット持ち運ぶのとそんなに変わらないと、まあ、これだけねコンパクトですから、まあ、今までねでかいリュックとか使ってても、まあ、比較的ね小さなバックパックとかでも持ち運べるので、ほんと携帯性は文句ないですね。ですからね iPad にね結構キーボードとかケースとかつけちゃうとね1キロ超えることも非常に多いので、まあ、それがあるからね僕 iPad にあまりキーボードつける気しないんですよね。で USB-C ポートこれ1個なのが本当に残念。これもね使いようによったらすごく便利なんですよね。モバイルバッテリー1つで充電できますからね、だからいちいちね付属の充電器とか持ち運ばなくてもいいのでね、はい、これ一つでね最速充電ができます。で MacBook Pro とかになってくるとこうした 30W のねモバイルバッテリーじゃ高速充電できないので不便なんですよ。 87W とか 60W とかねかなり高出力のモデルじゃないと、まあ、急速充電できないので、まあ不安というかねちょっと心もとないというか、そういったモバイルバッテリー非常に少ないですしめちゃくちゃ高いです。まあですのでねこういった一般的なパワーデリバリー対応のモバイルバッテリーで充電できるっていうのは非常に強みになります。まあそうでなくてもね、あの6、7時間ぐらい、まあ普通に作業できるくらいのねバッテリーの持続力ありますので、まあ、半日はね余裕で作業できると、まあそれくらい使えたらね外で困ることはほとんどないですね。そして旧式のねエアーとか、まあエアーの11インチとかだと、まあ解像度もね低くて画像がねやっぱり普通のレティーナと比べるとすごく荒かったんですけども、本当ね、アップルの強みの一つの綺麗な画面で作業が楽しめるようになりましたね。あの会社とかで使ってたノートパソコンにめちゃめちゃ目が疲れにくいんですよね。で実際触ってみると重たい作業は確かにね向いてないっちゃ向いてないんですけど、あのね今これ僕はあのファイナルカットで動画編集してるんですけども、結構ね動いてくれるんですよね。今カット編集してテロップつけていってる最中なんですけども、これぐらいの作業だったらね全然動いてくれるんですよ。ただしねあのファンレスなのでだんだん熱持ってきます。かなり本体熱くなってきます。だから長時間作業してるとやっぱり動きが鈍くなったりだとか、あとはレンダリングファイルがね溜まっていくと非常にねあの固まってきたりはすると思うんですけども、まあ、これくらいの軽い編集だとね、まあ、タイムラインもねしっかり動いてくれますし、ビューアーもね固まったりすることがなく滑らかに今動いてます。まあ、今ね BGM と映像とテロップだけ重ねてるんですけども、これもねテロップを増やしたりだとか、まあ、別の映像をね上から重ねたりするとかなりね動作はカクカクしてくるんじゃないかなと思います。だからね動画編集とかも全然できないわけじゃないです。まあ、切って貼って、まあ、簡単なエフェクト程度やったらまあ大丈夫かなと思います。こうやってねカットしたりとか、まあ、テロップを入れたりなんかしてもね全然動作は今のところ重たくないんですよね。今ね結構長時間作業してるんでちょっと本体かなり熱くなってるんですよね。そうすると今文字入力した時にちょっと表示が遅れたりだとか、まあ、iMac とかね MacBook Pro とかやったら結構滑らかにね動いてくれるんですけども、今かなりカクカク動いてますね。まあ、作業できないことはないんですけども、まあ、だんだんねこういったカクついた動きにはなってくるかなと思います。ちなみにね今回の動画は MacBook 12インチで全て作業させていただいてます。まあ、これくらいの動画だったらまあ作れんことはないっていう感じですね。というわけですね、買って以来ね久々こいつで動画編集しましたね。ですけどやっぱり使い続けてると要所要所でねちょっと滑らかに動かなくなってきて、編集自体できないことはないんですがかなりねストレスになってきます。気持ちよくサクサクっていう感じではないですね。あとはね12インチとはいえど集中して作業するんだったらやっぱり画面はちょっと小さいですね。ウィンドウを複数並べてマルチにこなすだとか、まあ、動画編集みたいなね広いウィンドウが欲しい場合はちょっと作業効率はあんまり良くないかなと思います。結構ね疲れちゃいます。まあ、というわけで秋にね新型の MacBook 12インチが登場するかもしれないということなんですけども、まあまあなかなか買おうと思ってる人いないんじゃないですかね。僕もねこいつ好きなんですけどおすすめしません。まあ、多少なれどね動画編集だとか写真編集とかで、まあ、マルチに使っていくんだったらある程度ね上位グレードのスペックは欲しいところですし、で上位グレードを選ぶんだったら MacBook Pro のね13インチに手が届く価格帯になってきますので、本当に、ね、複数台 Mac を使ってて
まあ、外に持ち運べるね特化したモデルが欲しいんだっていう方以外はね、なかなかおすすめできないモデルだと思います。個人的にはなくなってほしくないんですけども、まあ、時期消えていきそうなモデルから、まあ、本当にね選ぶのが難しいモデルだなと思います。まあ、ブログやっててね SNS とか Instagram、まあ、そういった内容をねパソコンで打ち込みたい、まあ、オフィスソフトを作って資料などの作成に使いたいっていう方には、まあ、抜群のね携帯性ですので、まあ、どこでも作業できますよといったところですね。ベッドなんかでもね膝に置いて使うにはすごい最適なマシンです。結構ねタブレット感覚で、まあ、持ち運びできますので、まあ、そういったマックね今までなかったから特別感は感じることはできますね。というわけで秋はね iPhone だけじゃなくてひょっとしたらこちらの MacBook 12インチが出るかもしれないという情報でした。まだね皆さんのご意見もコメント欄でぜひ教えてください。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方お願いいたします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオツ。